おお、久々にやった。これってどんなゲームですか？まあそうですね、ジョジョの奇妙な冒険をテーマにしたトルネコの大冒険みたいな不思議のダンジョン系のゲームですね。この度5年ぶりにアップデートが入ったということで、サンドの説明なんかもしてもらいたいですね。めんどくさいですけど、していきましょうか、一個一個。これ、ジョータロンのディスクって言って、まあこれディスクが分かれてまして、まあ装備機、まあ要はこの辺が装備品ですね。風来の試練でいうとこの剣と盾と腕輪みたいなものだと思ってください。これが攻撃、防御、能力というふうに割り振られてまして、まあその武器と防具と同じように、スタンドごとに攻撃力と防御力が追加されてます。例えば、クラッシュだったら攻撃力が4で防御力が0なので、まあ攻撃力の、攻撃ディスクに装備した方がいいですねっていうことですね。なんでディスクなの？ジョジョの奇妙な冒険の第6部でホワイトスネークっていうスタンド出てきましたよね。ホワイトスネークっていうスタンドって、人のスタンドとか、その記憶とかをディスク上にして取り出すっていうスタンド能力でしたよね。そのスタンド能力をこうテーマにして、それだったら、こう、人にディスクを渡すという人が、自分のスタンドじゃないスタンドも使えるようになるよっていう設定ですよね。大変な早口。わかるやん、なんか。このゲームどこでダウンロードできますか？自分で探せしね。で、これは射撃デスクって言いまして、まあ、要は弓みたいなもんですね。弓と矢みたいなもんですね。弓と矢みたいなもん。あとは巻物とかと同じような感じで使えるのがこの辺の記憶ディスク。一回使ったら使い切りのディスクですね。例えばこの建造のディスクは、カエルは、薬草です。カエルは薬草とかおとぎり草とか破壊を書いてもって扱いですね。で、この辺が記憶ディスクなんで、一回使ったらなくなっちゃう。その回だけの効果でなくなっちゃう使い切りのディスク。建造だと三河氏が攻撃をミスりやすくする。まあ、上太郎だと攻撃が当たりやすくなる。サンドマンだと数ターンスピードがアップする。2倍速行動ができる。だから草とか巻物とかそんな感じなのかな。で、プロシュート兄貴だとスタンドの発動能力が上がる。ゼペリンだと、まあ、波紋が使える。波紋が流れて吸血鬼にダメージを与えやすくする。保存はあるんですか？あります。能力っていうのはですね、普通の、ちょっと違いまして、そこが風来の時点とかとちょっと違いがあるんですけど、これも装備品として持ってるやつも、この発動っていうやつ、まあ、例えばハーミットパープル今使ってみますわ。この発動ってやつをやると、スタンドごとにこういう能力が決められてまして、あ、この回で使ってもあんま見なかったな。次の回で使うか。発動っていうのをやると、修正度が1、修正度を1消費してない場合は使っちゃうんですけど、こういう風にやると、こんな風に、巻物みたいな感じで、ですね。スタンドのやつも能力があると。こんな効果やって。あ、で、これその説明に書いてない能力もいっぱいありまして。まあ、これはできるけど、クラッシュはスタンド、第5部、ジョジョの奇妙な冒険の5部を見てる人わかると思うんですけど、クラッシュのスタンドって、もともと水と水の間をこう行き来することができるスタンドっていうスタンドでしたよね。クラッシュはそれをこうね、普通に、継承してまして、こういう水場に隣接してる敵に、こういう風にやると、全部に行くんですよ。直接だから横に行かなくても、この水を返して敵にダメージを与えることができるっていうのが、クラッシュっていうスタンド能力のいいとこですね。大変ね、本当にスタンドをうまいことこうゲームに落とし込んでて、すごくね、活用できるっていう、すごくなんかよくできてるゲームなんですよ。そう、スタンドを反映したいいゲームなんです。なんでディアブロなの？なんでディアブロかっていうと、ディアブロって死ぬときに、ジョルノのゴールドエクスペリエンスレクイエム食らって死んだじゃないですか。で、ゴールドエクスペリエンスレクイエムって何回も何回も死に方を繰り返す、一生その終わりに到達することができない、繰り返すことで罰を与えるみたいな能力だったじゃないですか。で、それをやっぱり活かしまして、まあ、何回死んでもやり直せるっていうところとうまくこう合致しまして、なんでディアブロを主人公にしてるわけですね。着眼点がいいですよね。やっぱりスタープラチナが最強ですなんですか？あ、これいいとこに気づいた。もちろん原作でも非常に強かったスタンドっていうのは、レアリティが非常に高いです。だから、そう簡単に拾えないです。この辺の、まあ、よく拾う、この辺は結構難易度じゃない、レア度が低いんですけど、スタープラチナとか、ザ・ワールドとか、まあ、そうですね、あとはマジシャンズレッドですとか、まあ、キング・クリムゾンですとか、まあ、キラー・クイーンですとか、あの辺のね、ボスキャラがとか主人公が使ったらスタンドは非常にレアリティが高いので、なかなか拾えないです。あれ、クイーン。あ、そう、ディスクを装備すると、そのスタンドの元ネタになった曲が流れますね。どうやってスタンドを強化できるんですか？これいい質問ですね。スタンドを強化する方法は、まあ、いろいろあるんですけど、基本的にメインになるのは、この単行本を読むことですね。ジョジョの奇妙な冒険の単行本が、マップに落ちてるんで、まあ、これが強化の巻物だと思っても構いません。40巻ってことは、つまり4部のスタンドを強化できる。4部のスタンドっていうのは、4部に出てきたスタンド、エコーズアクト3、ハーミットパープル、今手持ちだとね、エコーズアクト3、ハーミットパープル、エコーズアクト1なんかが強化することができると。把握してないと不利。なので、何巻にどのスタンドが出てくるか把握してないと不利というところも含めて、ジョジョの奇妙な冒険が好きな人向けのゲームだっていうことなんですよね。もっとそれはいい質問ですね。ハーミットパープルはですね、いいところ、これいい質問ですね。ハーミットパープルは3部の本でも強化できるし、4部の本でも強化することができます。
両方使える。ハミとバブルはだから便利なんですよ。よく拾えるし、で、強化しやすいのですね。強化すごく強化しやすいんで、序盤に拾うと、どんどん強くなっていって、応用が効くという。では、スタープラチナは、スタープラチナはすごいんですよ。スタープラチナは3部、4部、ストーンオーシャンで強化することができるんですよ。初期能力もすごく高くて、で、さらに、能力を発動すると、時を止めることができ、時止められるのっけ、スタープラチナ。違う、射撃を止められるんや。スタープラチナって飛びんでくる射撃攻撃を全部止められるんであるので、非常に強いんですよね。あ、デスクの空き容量という、あ、これいい質問ですね。デスクの空き容量っていうのは、まあ、これ説明見るとわかると思うんですけど、この空き容量って、要は陰ですね。陰。フーラーの視点で言うとこの合成限界。まあ、このゲームも合成もちろんできるので、能力をどんどん追加することができるんですけども、クラッシュなんかはトラックが4つまで、つまり4つまで能力を入れることができると。おー、パールジャムいいですね。パールジャムの解説いい。パールジャムは腹が減りにくくなります。満腹度が減りにくくなる。で、このゲーム結構普通の風雷の試練とかと違って、ちょっとお腹減りやすいゲームなんですよ。お腹減りやすくなりやすいゲームなので、満腹度が結構大事なんですよね。なので、パールジャムは結構大事です。BGM のバンドの解説もいいか？パールジャムっていうのは皆さん、グランジっていうのが流行った、ちょうど昔、フーファイターズとかが出てきた時、ですね。フーファイターズじゃないよ。フーファイターズの前、ニルバーナか。ニルバーナとか出てた時、アメリカではグランジっていう音楽のムーブメントが起きたんですよ。そのグランジって何かっていうと、もうちょっとアンダーグラウンドでざっくりした、全然こう、かっちりしてないタイプのパンクロックみたいな。ロック、パンクほど、ふざけてはないけど、若者みたいなラフな感じでやっていこうぜっていうのが、グランジっていう音楽文化なんですけど、その代表バンドがパールジャムっていうバンドと、ニルバーナとかですね。ちょうど同じ年代のバンドだったんですけども。その、今流れてる音楽はそのパールジャムというバンドの代表曲ですね。パールジャムとかは強化すると腹がもっと減りづらくなるの。いや、能力は基本的に変わんないんですけど、このプラスつくと何がいいかっていうと、発動してもなくならないんですよ。プラスがある分だけ。プラスがない状態で発動すると、丸々なくなっちゃうんですけど、この状態だと、例えばまあ、発動しますね。発動すると、食べると。で、満腹度がこれで50回復することができると。そんで、なくなってない。ね。なので、このパールジャムのお腹が減りにくいぞって能力も持ったまま、満腹度も回復することができる、ということでございますね。で、これ皆さん、ちょっと色が違うことに気づいてるかと思いますけど、この緑色のやつ、緑色のディスクは、攻撃、防御、能力、どれに装備してもこの効果が発動しますと。でも、この、オレンジ色かな？このオレンジ色は、防御として装備しないとこの効果がないですと。で、この黄色は攻撃として装備しないと意味がないですっていう風になってます。もう一層前のに答えちゃったよ。なんでね、装備するのも、ちょっとどこに装備するかを考えながらやらなきゃいけないよっていうことなんですね。はい、今見ましたね、皆さんね。今ちょっと履歴で確認してみましょう。肉片がくっつきそうになったが、装備ディスクによって防いだ。これ書いてありますね。これ、通常、このイエローテンパナスの本体を殴ると、肉片がついて、まあ、毎ターンダメージを減らされる状態になっちゃうんですよ。マイナス効果がつくんですけども、ところがどっこい、僕今この装備ディスクにイエローテンパナスを装備しているので、この肉片攻撃が効かなくなって、それがなかったっていうことですね。イエローテンパナス以外からも肉片攻撃ってあれ、いい質問聞きましたね。肉片攻撃してくるのは、イエローテンパナス以外にもまだいます。ジュジュの奇妙な冒険を思い出してください。ジュジュの奇妙な冒険に肉片攻撃してくるやついたんじゃないですか？このエボニーデビルがですね、厄介なのが、エボニーデビルはこう倒した後に、ちょっと待つと、このように、エボニーデビルのこの、いましたね、原作にもね、こいつ敵に取り付いて敵のレベルを上げるんですよ。スタンドの説明もすんや。お前らスタンドの説明もすんの？もはやそれは徐々に知らない人に向けてやってるやんか。めんどくせえ。リンプビスキット。うわ、しかもマンハッタントラスファーがよ。いやいやいや、ちょっと待て。説明しろと。何を説明することがあんねん、今。マンハッタントランスファーってなんだよ。ストーンオーシャンに出てきただろ、マンハッタントランスファーがよ。神父と組んでうまいこと上太郎を殺そうとしたやつだよ。4人固まってるのは何ですか？ 4 人固まってるのは10の9の冒険第一部見た人ならわかると思うんですけど、死ぬ。第一部見た方ならわかると思うんですけど、吸血鬼4兄弟って言いましたよね。ジミー・ペイジとかボーナムとかっていう、とあるバンドの名前を模した、それです。ジミー・ペイジ、ジョン・ボーナムってイーグルスじゃないのか。セッペリ、レッド・セッペリ。あ、そう、欠陥神殺法の4人組や。レッド・セッペリンか。これ、こいつら、普通は攻撃してこないんですけど、起こすと一気に襲いかかってくるんですよ。やってみようか。大丈夫かな？怖くなってきたな。まあ、セックスピストルズがあったわ。そう、イエティや。そう。あ。で、2倍速やねん。
吸血鬼状態になってまして、今、私。吸血鬼状態ってヒットポイントがすげえ回復しやすいんですけど、満腹度が減りやすいんですよ。で、吸血鬼に攻撃食らうと、大体これになります。なので、このゲーム、非常にお腹が空きやすい。食べ物の管理が難しいと言われてるっていうところですね。その間、女性とかにやれやすいんですが、その通り波紋を流す、波紋がよく効きます。波紋を使ってくるキャラクターいますけど、波紋が効きますし、自分で波紋を間違って使った時も大ダメージを受けます。魚の生徒ちょくちょくおるな。フーファイターズは射撃としても使えるし、このように回復アイテムとして使うこともできる。20回復するんですね。発動すると。非常に便利ですね。あー、次。で、このダンジョンはこの回で終わり。これがボスですね。こいつを倒すと終わり。で、こいつ普通にやると2倍速でめちゃくちゃボコられて超ピンチになるので、ヘブンズドアを撃ちます。ヘブンズドアは、まあ、封印の杖ですね、要は。ヘブンズドアは封印の杖と思ってみて構いません。封印の杖でもう一回撃つと、相手が攻撃できなくすること、相手を攻撃を封じることができる。これで、もう何もできなくなったので、ボコれると。はい、勝ち。終わりや。さっきの弓矢は使うとどうなるんですか？あ、いいところに、いい質問ですね、これ。さっきの弓矢は、トラックを、陰の限界を増やします。今装備してる、今攻撃防御能力に装備してる装備ディスクの全部の陰の限界を1個増やします。いや、次のダンジョン一発でいけるかなぁ。今何したんですか？あ、ごめんなさい。これ。まあ、ゴブ見てるならわかると思うんですけど、これ、ココジャンボっていう亀のサンドなんですけど、ここ倉庫なんですね。ここ倉庫なんですよ。ここアイテムを置いといて保存していくことができるんですけど、今手に入ったアイテムの中に別に何もなかったので、今手に入ったアイテム別に、まあ、持ち込むこともできるんですけど、持ち込むようなものでもなかったので、全部ここに捨てました。そう、試練でいう倉庫なんですね。いや、で、こここのレクイエムの大迷宮が、まあ、要はストーリーダンジョンのメイン。不思議のダンジョンですね。トルネコという不思議のダンジョン。全30回かな？全30回ぐらいのダンジョンで、これを持ち込みなしでクリアすると、特殊なアイテムがね、手に入るんですよ。それを目指すので、ここを持ち込みなしで一発クリア。いや、表吐くより難しくないんだけど、